今日は私からお知らせがございます。レゲエトラックを作って自分自身で歌ってる人と、お久しぶりですから初めましての皆さん、スピチューブのグッドボタンのお姉さんのいくみです。イエイエイって感じで、もうすぐ12月も終わって来年になっちゃいますね。それぞれの2020年があったと思います。今日は私からお知らせがございます。なんと大阪でこう YouTube を中心になんかレゲエトラックを作って自分自身で歌ってる人とコラボの動画を撮らせていただきました。イエーイ。正直私お歌はそんなに上手ではございません。まあでもこの自分でこう作詞っていうのをやってみたいなっていうのはなんか結構あって、本当にちょっとしか歌ってないんですけど、貴重な体験をさせていただきました。いや本当にもうアーティストさんリスペクト、かなちゃんリスペクト。こう人前で歌を歌うとかって、まあ、カラオケっていうのは出来上がった曲を、まあ、その人風に歌えばなんとかなるんですけど、自分たちで作り上げるっていうのが本当に大変で、私テイク何したかって、まあ、テイク何したかってなってももうすごい下手っぴっぴなんですけど、まあまあいくちゃん頑張ってんなみたいな感じで見ていただけたらと思います。自分がいる会えてた日に些細な喧嘩、泣いてた君、叩いたほっぺた、君にすれ違い会話もなくなり、君切れついには出ていった。もう戻ってこない、もう一回どうしても会いたい、泣いてももうそう、ついは狂ってしまって、酔ってしまって、終わってしまって、崩れて泣いて、気づいた時に傷つけてたって、分かった時にはもう遅かったって。誘えてもね、でもフライドチキンの味はうめ、まだ来年も変わらないね、いつも通りのクリスマスデイ、でもなんでわからないね、ほろ酔い気分でロンリネス、止まらぬ妄想勝手にどうぞ、グラスも空になったよ、とうとう残りの時間は PS4、 考えないとな親孝行、テレビは華やかな番組表、大人は子供にプレゼント、俺もなりたいよサンタクロース、でもあの子は嵐のファンだクソよ。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう、
それでは概要欄の方に YouTube つけてますんで、よかったら見てください。ではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、すごいですね。私の大好きな食べ物が。私の大好きな食べ物が。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大です。ありがとうございます。バックヤードで、ふうかちゃんがいていく人は、バックヤードで。看板娘っていうことですね。そうですね、看板娘ですね。うわ、かなちゃん、怖い。ていく人は、バックヤードで。看板娘っていうことですね。そうですね、看板娘ですね。バックヤードで、ふうかちゃんがいていく人は、バックヤードで。看板娘っていうことですね。そうですね、看板娘ですね。実際は、お腹空いた。おかわり、おかわり。おかわり。Hello, everybody. Good day.あ、いいね。はい。タフだっていいぜ。タフだっていいぜ。よろしく。おー。ハハ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 はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。